オスロ中央駅。オスロ中央駅は、ノルウェーの首都オスロにある鉄道駅である。同駅は、ノルウェー国鉄の路線網では、最大の駅で、ドランメン線、ガーデーモン線、ホブド線、ヨービク線、エストホル線各線の奇襲点となるターミナル駅である。オスロ中央駅は、ノルウェー鉄道庁により、所有運営され、開業は、オスロトンネルの共用開始が1980年。 駅全体の施設の共用開始は1986年で、正式開業は1987年である。オスロ中央駅は、以前のオスロ東駅があった場所に建てられ、新たに開業したオスロトンネルにより、オスロ西駅と結ばれ一体化された。オスロ中央駅は19線あり、そのうち3線はオスロトンネルに続いている。駅舎は、もともとあったオスロ東駅のものと、 新たに建てられたオスロ中央駅の本屋で構成され、それぞれの建物には大規模なショッピングセンターが立地している。駅前は鉄道広場、ジャーンバノトロゴットと呼ばれる大きな駅前広場が広がる。最初の鉄道路線であるホブド線がオスロとアイドスボールとの間に1854年開業し、当面のターミナルとしてガムレビエン地区に建てられた。ユングス広場や、 グリーネル六カ地区、グラナーラーカ、バテルランドブルの提案も含まれていた。1852年に建築設計協議が講示され、リバプールのクラウンストリート駅を基本とした提案獲得している。駅はアーケル川の東に位置し、都心部にも港にも近くないことから永続的に利用できるものでないことは明らかであった。1859年、ロエルバと、 港の間とビョルビカ地区の土地が購入され、貨物部門の駅が拡張された。駅は日に一本から輸送量が増加し、特に1862年にコブド線のハーマールへの延伸や、1865年にコングスビンゲル線の開業後に伸びている。1872年にアケルブリッケや市庁舎に近いピペルビカに、オスロでは二つ目のターミナル駅が設けられた。オスロ西駅。 オスロ・ベスト・バネストソンが建設され、オスロ・ドランメン間のドランメン線が、オスロ中心部への乗り入れが認められた。1907年まで2キロメートル離れた2つのターミナル駅は、ハブネ線が建設されるまで鉄道では結ばれていなかった。東駅とドランメン線を結ぶ中央駅の建設が話し合われ、この案には、マヨルシュトゥエン、マイアシュトゥーンとグレフ線、 グレフソンを経由し建設する案が絡んでいた。オスロ西駅はオスロ第二の鉄道駅として残され、ほとんどがブスケルー県、テレマルク県、ベストフォール県、ソルランデ線などに使われていた。西駅が開業後、1873年にノルウェーの議会はスウェーデンとの国境のコルムシェ、コーンズホからエストフォール県を通り、オスロに至る新しい鉄道路線で、 現在のエストフォール線の建設を決めた。駅の交通量が爆発的に増えることが予想され新しい駅の建設も決められた。ノルウェー国鉄 NSB の技術者は新しい鉄道駅をアーケル川の西、鉄道広場とビオルビカの間にも置けたかった。しかし、当時のノルウェー国鉄長官であったカール・アブラハム・ピルとオスロシとの間で論争が高まった。ピルは駅を エストフォル線からは分けたかったが、市は駅を一つの場所に設けたかった。他方、技術者は駅を市街地近くに移動することを主張していた。建築家、ゲオルク・アンドレアス・ブルは、新しい駅は9線をアーケル川上に設ける4つの提案を削った。1878年、議会は最も小さい提案の7線だけの川の上の駅を作ることを決定した。 オスロ東駅は1882年に開業している。しかし、すぐに駅は小さすぎるものになってしまった。オスロの人口は1875年から1890年に、かけ2倍の15万人に増え、1890年には年間旅客が40万人から100万人を超えるようになり、小さな駅では手に負えなくなってきた。貨物部門は、 最も深刻で交換には不十分であった。問題の解決の一つとして、エストフォルの路線から駅の中へ高架橋を建設し、他の軌道の上に軌道を設けるとが提案された。他の問題として1893年に新たに曜日区線の奇襲点となったことである。いくつかの提案では、グレフ線の駅と一緒にオスロ東駅から迷る宿園を経由し、 おスロ西駅至る路線がほのめかされていた。議会は1895年に、曜備区線をおスロ東駅に向け建設することを決定する。駅の拡張計画が始まり、1896年、議会はコンペが公示されサムエイドが獲得している。主要な案ではロダレンへの貨物を旅客から分離することにあった。提案は1899年に投票にかけられ、 70対39の投票で新しい駅は高い計画コストのため遅れた。代わりにもう一つの委員会に他の解決策を見て指名した。委員会は最終的な決定に分けられ、両方とも新しい鉄道二つの駅の間を接続し、視聴者を通りアーケシュフース城の下にトンネルを設けるとが提案された。しかし、再び提案は議会に骨抜きにされ、 エストホォル線とヨービック線の建設と貨物の部分的な変更であった。新しいハブネ線は2つの駅を結び1907年に開業した。次の大きな委員会は1938年に作られ中央駅に関するものであった。この計画は初のもので、市街地区間全体はすべてトンネルでオスロ西駅からのドランメン線の支線であった。 委員会は二つの提案を行い、一つは直に新しい中央駅に行きもう一つは郊外交通はお城西駅に行くというものであった。提案ではトンネルは市街地下長さ1660メートルのもので、駅の NSB の12階の庁舎建物が含まれていた。当時、市内の14の異なった場所に分かれていた。委員会は1939年12月7日に、 ノルウェー労働省に提案を申し渡している。第二次世界大戦中の1940年、ベーザー演習作戦後の傀儡政権であるクビスリング政権が、ノルウェーの交通計画を掌握し1942年に、トイアンプロジェクトと共に計画は変更された。計画では、オスロ東駅とオスロ西駅両方廃止トイアン地区、等に、 新しい中央駅を作るというもので、すべての郊外交通のディーゼルバスと長距離交通の鉄接点を作る計画であった。市電と通勤鉄道は廃止され、フリーウェイに転換され、市の中心部の中央駅の重要性は低下した。委員会とノルウェー国鉄は計画を退けた。戦時中、ドイツの軍隊はすべての鉄道網と車両を搾取し終戦時には、 鉄道システム全体が疲弊していた。戦後、1946年中央駅の計画が、エギルスントにより作られた。委員会は、新しい中央駅の建築コンペを広告し、ジョン・エング、ジョン・インのプランが公式認可された。計画は1938年の委員会のものを、基本に、アルナブル走者場、アルナブルーを拡張し、並行して駅も置けるものが、追加されている。 当局は計画が完成するまで15年を要するであろうと発表した。一つの大きな問題は市街直下を貫くトンネルでノルウェー国鉄 NSB は迅速な輸送のため直線を追んでいたが一方でオスロの大部分は粘土質を含む複雑な地質構造であった。元々の計画ではオスロ市庁舎付近の駅も含まれていたがもっと北側のルートが選ばれ トンネルの長さは1802メートルとなった。計画は1952年に公表されたが、議会を通過するのは難しかった。1959年に計画は改定され、1960年に新しい委員会が作られた。委員により、貨物列車用に3線目をグジェフ線とベストン間に建設し東西を結ぶことが提案された。また、 トンネルを西側に拡張しスカルプスのスコイアンカンとハブナ線を廃止しなければならないされた。新たな計画は1962年議会により認可された。新しい中央駅は1946年のコンペで決まった基本計画をもとに若干修正され、オスル東駅の駅舎はそのまま残された。新たな駅は19線ありうち3線は、 オスロトンネルと結ばれている。新しい駅は1979年に着工され1980年によりオスロトンネルの供用が開始された。トンネルには国立劇場駅が作られた。エリセンベルク駅も計画されたが予算不足から一部だけ作られ中止されている。現在のオスロ中央駅は1986年11月27日に供用され、 公式には1987年2月12日、ノルウェー国王、オーラブ5世により公式に開業し、同時期、オスロ東駅は閉鎖され現在は、ノルウェーノーベル研究所本拠地となっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。